クイーンエリザベスはイギリス海軍の戦艦。クイーンエリザベス級戦艦の一番艦。艦名はエリザベス一世にちなむ。クイーンエリザベスは第一次世界大戦と第二次世界大戦の両大戦に参加した。リムノス島に停泊する本艦。1915年撮影。クイーンエリザベスは1912年10月21日に寄港し。 1913年10月16日に、ポーツマスで浸水した。その後、第一次世界大戦中の1915年1月に、収益した。地中海での試験中に、クイーン・エリザベスは、オスマン帝国攻撃のため、ダーダネルス海峡に派遣された。同海峡に派遣された部隊には、多くの巡洋戦艦及び、全土旧戦艦が含まれていたが、 クイーンエリザベスは唯一の近代戦艦であった。ダーダネルス海峡での海戦で、クイーンエリザベスは帰還任務にあたり、1915年3月18日の戦闘ではイギリス軍戦艦の第一戦を率いた。4月25日のガリポリの戦いでは、地中海派遣軍指揮官サーイアン・ハミルトン、陸軍大将の帰還であった。5月12日に、 戦艦ゴライアスがトルコ軍の水雷艇により撃沈されるとクイーンエリザベスはより本国方面へと交代したクイーンエリザベスはこの派遣の間に86発の15インチ砲弾を放ったものの手砲弾数の制限のために有効だとはならなかったその後クイーンエリザベスはヒューエバントーマス帝徳の率いる第5戦隊に加わるがユートランド沖海戦時には ドック入りしていたため戦闘に参加することはなかった。1918年11月、ドイツ帝国海軍の太陽艦隊がスカパフローで抑留されることになった時、クイーンエリザベスは大艦隊司令長官、デイビッド・ビーティーの機関であった。11月15日、太陽艦隊司令長官、フランツ・フォン・ヒッパー帝督の代理として、フーゴー・モーイラ、少々が、 クイーン・エリザベスに上官する。BT 提督は、本館の長官専用食堂でドイツ側の死者を迎え入れ、そこには、ネルソン教の全身肖像画と、ユトランド沖海戦時に、BT 提督が正気を掲げていた、巡洋戦艦ライオンより贈呈された、新中星、ライオン像も飾られていた。翌16日に幸福文書が結ばれた時も、BT 提督のうっかりミスにより、 フィッシャー提督とジェリコー帝徳とジョージ5世が招待されなかったり欠席する中で11月21日にドイツ艦隊がスカパーフローに到着して抑留された時もクイーンエリザベスは BT 帝徳及び大艦隊機関であった。同日11時34分クイーンエリザベスは連合国軍及びドイツ全艦隊に向けて本木曜日午後3時57分をもって ドイツ国旗を引き下ろすべし。なお今後許可なく、これを再形容してはならないと、信号する。この命令は急戦協定に違反していたが、BT 帝徳の個人的欲望により実施された。BT 帝徳が、ドイツ艦隊に与えた屈辱は、短期的には、ドイツ艦隊自陳として結実し、長期的には、ナチスドイツの躍進と再軍備につながっていく。 近代改装後の本艦、KGV 級戦艦と相似した箱型環境へと変貌を遂げた。戦艦期の1919 19年から1924年まで、クイーンエリザベスは大西洋艦隊の機関であった。この間に、B 及び X 砲塔に飛行機用車出台を設置している。1921年5月7日、大正天皇皇太子の欧州訪問に伴い、 カトリ型戦艦2隻がイングランド南部のスピットヘッドに到着する。エドワード8世のお召し艦ロイヤルオークなどとともにイギリス製の日本海軍戦艦2隻を出迎えた。同行滞在中、ヒロヒト新能はクイーンエリザベスを訪問し、在艦中は同艦のマストに交代式が掲げられた。翌8日、ヒロヒト新能以下日本艦隊関係者。 英国大西洋艦隊司令長官、マーデン帝特異下イギリス側関係者のご参会が、クイーンエリザベス艦上で行われた。食事後、ヒロヒト新郎は、イギリス側高官の案内で、エリザベス艦内を、くまなく見学した。1922年には後に第一海軍協となる、ジョン・ H.D. カニンガムが、艦隊航海士として上官した。1924年からは、 地中海艦隊の機関となる。1937年から1941年にかけて大規模な近代化改装が行われた。上部構造は箱型環境へと一新されたほか、6インチ砲が撤去、代わりに20門の4.5インチ砲といくつかの昇降形態空砲が装備された。さらに、艦中央部にカタパルトが付加されている。一連の改装は、 姉妹艦の中でも最も遅い時期のものであったが、この工事によって、クイーンエリザベスは陳腐化を免れた。また、改装後には、海軍省疑問様式を用いた、迷彩塗装が施されている。後、スペイン内戦期間中には、海上封鎖に参加している。1936年12月に、エドワード8世が退位し、ジョージ6世が新たなイギリス国王となった。 体幹式を記念して1937年5月20日に、ジョージ6世大幹記念館館式が開催される。日本は、従順洋館、足柄及び昭和天皇名代として、秩父宮夫妻を派遣した。この日、イギリスは日本に特別の配慮を示し、秩父宮夫妻は、地中海艦隊司令長官、ダドリーパウンド大将と共に、 機関クイーンをエリザベスに上艦して、艦艦式に参列した。第二次世界大戦における地中海攻防戦において、クイーンエリザベスは、姉妹艦と共に地中海艦隊の一部として活動し、イタリア王国やドイツ海軍と交戦した。1941年5月下旬のクレタ島攻防戦で地中海艦隊機関ウォースパイトがドイツ空軍のス通過に、 撃破されて、アメリカ合衆国先海岸での修理を余儀なくされ、本館が地中海艦隊の主力艦となった。アレクサンドリア九州人間魚雷マヤーレによる攻撃のイメージ図。クイーンエリザベスはカニンガム地中海艦隊司令長官の命を受けて、ジブラルタルからアレクサンドリア方面へと派遣された。その後、クイーンエリザベスはアレクサンドリアに入港、停泊していたが、 ここで、奇襲攻撃を受けることとなる。すなわち1941年12月18日、イタリア王立海軍の潜水艦主レから発信した人間魚雷マヤーレによって、姉妹艦バリアント等と共に奇襲攻撃を受けた。この結果、クイーンエリザベスは、戦隊中央部から爆発を起こして、大破着底の浮き目にあった。この襲撃によって、乗員9名が死亡した。 また、本艦は、両艦バリアントよりも損傷がひどく、艦室付近に巨大な波行を生じた。そのため、応急修理後は、アメリカ海軍のノーフォーク海軍交渉にて修理が行われた。クイーンエリザベスは、この奇襲以降、1年半にわたって、戦闘行動を行うことができなかった。1943年最後熱帯会域向けの、 名彩を施されたクイーン・エリザベス。修理後は、艦の名彩も大きく変化した。塗装には合衆国海軍の溶剤を用いて、緑を基調とするパターンが描かれたという。その後は一時的に本国に戻った後、太平洋に派遣されることとなる。この派遣の際、再び塗装が塗り直されて、ライトグレー、スミレ色、黒を基調とする海軍賞様式へと、 変化している。以降、本国帰還までダーバンを修理拠点に置き活動した。1943年にアラカン作戦に参加、英国陸軍を支援すべく艦砲射撃を行った。1944年にはインドネシアの日本軍基地への攻撃に参加した。クイーンエリザベスは1945年7月に帰国した。 1948年3月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。